はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、ということで今日は Get Ready With Me を撮っていこうかなっていう風に思っております。最近の私の定番のメイクをずっと紹介してほしいっていう声をいただくことが多くて、ありがたいことに、なんか最近美女めっちゃいいみたいな、ありがとうございますてるちゃん、そう褒めていただくことも多かったので、最近の定番のメイクもやっていこうかなって思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速やっていきたいと思います。ではまずはこちらの日焼け止めを塗っていきます。前にタイアップで動画を出させていただいたんですけど、サムバイミーの日焼け止めですね。全身使えるんですけど、お顔にも塗りやすいし、体にも塗りやすいし、クッションも私は結構好きな感じで気に入ってます。あとトーンアップもしっかりしてくれる。やっぱシミが怖いので、将来できちゃうのが、今のうちから UV 対策。あ、待って、そう、カラコンをね聞かれることが多かったんですよ。そうだ、カラコンちょっと紹介します。ピンもするの忘れてました。これはだいぶ前になるんですけど、いただいたくるみちゃんのピン止め。今は私これ使ってるのがトパーズのワンデーツッティアルファで合ってるのかなんだこれは、ルチレイティッドドロップかな。これを使ってます。指原莉乃さんのプロデュースのカラコン。このカラコンは結構、私最近割とナチュラルなカラコン多いんですけど、中でも結構ナチュラルめ、直径もあんまり大きくないので、なんか割と裸眼に近いというか、ナチュラルでいい感じで、最近まあ3種類ぐらいをなんかまあ気分で付け替えたりとかしてるんですけど、もう1個がこれは前にも紹介したんですけど、ラルムナチュラルのクリアペールってやつ、割と裸眼に近くて、これよりももう少し暗めで、よりこうなんていうのかな、黒目に近いっていうか、すごくこれはチュルンとした感じのカラコンです。でもう1個がこのチューズミーの、これもワンデーなんですけど、ミルキーチャイっていうやつを使ったりしてる。これはもう少し黄みの強い感じのブラウンで、これよりももうちょっと明るい感じかな、つけた時もになります。最近はこの3つを使い分けてるかな。でもどれも全部ワンデーで、割とナチュラルなカラコンをつけることが最近は多いです。そしたら下地にこのイブサンローランのラディアントタッチプライマーを使っていきます。最近私なんか毛穴が気になるんですね。ここの頬ら辺の毛穴とかがめちゃくちゃ気になってきていて、年だっていうほど年でもないけど、昔よりはやっぱりね、毛穴の開きが気になるようになってきたので、このプライマーでしっかりと埋めていきます。このプライマーはまあ有名だと思うんですけど、本当にもう凹凸が本当にもうサーってなるので、とにかくもう肌触りもすごい良くなるし、あと化粧持ちも私はいいなって感じるので、このプライマーは最近はこれを使ってます。そしてファンデーションなんですけど、私ファンデーションは相変わらずあんまりがっつりするのがそこまで好きじゃないのと、多分自分にあんまり似合わないかなっていう風に思ってるので、このナンバースインのベースとファンデがまあ一緒になったっていうか、トーンアップクリームみたいな感じなんですけど、まあファンデいらずみたいな感じで言われてるやつで、そう、本当もうすぐなくなるんですけど、これを使っていきます。本当にトーンアップもしっかりしてくれて、自然な綺麗な肌に見せてくれるので、すっぴんの時とかもこれだけでいいみたいな時もあるし、結構お気に入りです。ストックもね買ってあるぐらい気に入ってる。まあでもこれはちょっともう少し私的には保湿力が欲しかったかな。ちょっと私まあ乾燥肌っていうのもあるんですけど、ちょっとね時間が経つと乾燥が気になりやすいかもしれないので、まあ下地に保湿系のものを持ってきたり、スキンケアの段階でちゃんとしっかり保湿しまくって塗るとかっていうのがいい気がする。それでもこれからね、どんどん秋冬になっていくと乾燥がまた気になり始めるので、より一層どうしようかなって思ってるところです。ベースメイクの仕上げに NARS のライトリフレクティングプリズマティックパウダーを塗っていきます。めっちゃ汚いめっちゃ汚い、すいません、ごめんなさい。まあ、それぐらい愛用してるっていうことで、これNARSの有名なリフコーって言われたやつなんですけど、それのこうマーブルバージョン、カラーコントロールというかちょっとカラフルな感じのバージョンのやつを使っていきます。で、私はこのシューの27番のブラシで、これでね、おでこと
あとはまあこの鼻筋と鼻のこの小鼻のところ、あとこのほうれい線のところ、まあ顎らへん、あとまぶたと眉毛一緒にと、まあ、フェイスラインに塗って終わりにしてます。あんまりこの頬のあたりは塗らないようにして、で、まあ、ツヤ感というか黄金のり残しつつみたいな感じでいつもパウダーはしております。これでもベースメイクは完成なので、次アイメイクに移っていきます。アイメイクは最近は、まあ、いろんなアイシャドウを使ったりするんですけど、一番多いのはここら辺かな。こっちからフリンのラッスルアイシャドウパレット01番ドライリーフっていう、結構まあ茶系の感じのやつか、このティルティルのアイドルスシャドウパレットの01番ゴールデンブラウン、これもブラウン系か、このシャネルのレイキャトロンブルツイードっていう、このツイードのね刻印というかがされためちゃくちゃ可愛いアイシャドウなんですけど、これの04番のツイードブラウンエローズっていうカラー、まあ、この3つを使うことが多いかな。使い分けとしてはこのフリンのアイシャドウパレットはちょっとピンクブラウン寄りな感じ、ちょっと赤みが残る感じで、こっちのテルテルもちょっとピンクみがある感じ、まあ、このさっきのフリンのやつよりはもうちょっとちゃんとなんていうのブラウン系というかなんですけど、若干ピンクみが残る感じで、でこのシャネルのこれはもう本当に結構スモーキーなブラウンというかグレーに近いブラウンなので、よりなんていうんだ、目元にあまり色味が乗らない、他のブラウン以外の色味が乗らない感じになります。なのでまあこれをね気分で使い分けたりするんですけど、今日はどうしようかな、それぞれ組み合わせて使ったりもしちゃうのであれなんですけど、とりあえずじゃあこのフリン、ちょっと読み方わかんないけど、フリンのこの明るいカラーをとりあえず目元に全体的に乗せていきます。ベースとして下まぶたにも全体的に乗せていく。私は基本的にアイシャドウは3色でいつもグラデを作っていて、次に使う色が大体メインになるかなっていうカラーなんですけど、今日はどうしようかな、スモーキー系がいいかな、シャネルのパレットのこのカラーを塗っていこうと思います。これもまあ手に取っちゃって、バー幅より少し広めに塗る感じで広げていきます。なんか割とブラウンってちょっとオレンジっぽいものだったりとかピンクっぽく見えるものだったりとかあると思うんですけど、このパレットは本当にもうブラウンっていう感じの色味なので、そういうアイシャドウを探してる方は私はこれが一番っぽいかなって思います。これがまあメインみたいな感じで、締め色はじゃあさっきのアイシャドウパレットのこの色を使っていこうかな、ちょっと赤みブラウン系の感じで、このカラーはマクロ 219S っていうブラシを使って、まずは上まぶたの目尻にのせていきます。締める感じで、二重の幅はかぶっちゃって平気かな、メインのカラーと同じぐらいの幅で目尻に入れていく。ちょっとグラデーションができたのがわかると思います。この目頭の方もここに入れていきます。ここ割とこの私の自分の二重の線が始まるぐらいの高さに入れていく。でこの線をもうちょっとこうくっきりさせてあげる。こっちの方が今目頭のラインがくっきりしてるのがわかるかなと思うんですけど、ここに乗せていきます。で結構これはなんて言ったら内側、目頭のもうちょっと内側にも広げるイメージで塗っていきます。結構そうすると目頭がクイッとなってキリッとした感じの目元になるので、最近はこんな感じでメイクしてるかな。割とこうカラコンがナチュラルなので、なんかメイクとかはもうちょっとキリッとした印象を作りたいので、最近はこんな感じでアイシャドウをすることが多いかな。上まぶたはこんな感じで完成で、次は下まぶたなんですけど、今の締め色で使ったカラーと同じカラーを使いたいんですが、次はこんな感じの斜めカットのブラシを使います。これは MAC の 561SES っていう筆、これを目尻に入れていきます。ちょっと私は目尻がこう上がっているので、目尻の方を広めに太めに塗っていく感じで、このラインと平行にするイメージで入れていきます。こんな感じです。結局全部のアイシャドウを使うことになりましたが、ティルティルのアイシャドウのこの色、これをチップに取ります。そしたらここの涙袋にのせていく。さっき
きのラインはまあ若干ぼかすけど、あんまりぼかしきらない感じで乗せていきます。そしたらですね、涙袋の影を描くんですけど、このヒンスのビルドオンっていうカラー、ちょっとこのアイシャドウ割れちゃったんですけど、です。後でこれ使うんですけど、このパーフェクトダイアリーのアイブロウパウダーにブラシがついてるんですけど、このブラシでこのヒンスのアイシャドウを取って涙袋の影を描いていきます。やっぱり涙袋はね大事。目の大きさとかなんかなんて言うんだろう、印象も全然変わって見えるので影を描いていきます。このヒンスのアイシャドウは結構グレーに近い感じのカラーなので、影にはすごくぴったりだなと思って、私はずっともうこれ使ってる。こんな感じ。そうしましたら次はアイラインを引いていきたいと思うんですけど、私あの髪色はねちょっともう落ちてきちゃってるんですけど、アッシュ系のカラーにしていたので、3650って言うんだっけな、このブランドのアイライナーなんですけど、これのねカーキを使っています。まあ、カーキって言ってもそこまでグリーンが強いわけでもなく、まあ、本当アッシュ系の色になってて、これを使ってます。なんかブラックよりも柔らかいし、私のまあ今の髪色とすごいマッチしてくれるので、最近はもうずっとこれを使ってますが、私はいつも目尻に引いております。結構まあ長めで跳ね上げる感じで、ここら辺は本当に私もね全然日によって違うし、角度とか長さとか太さとか、右利きなので右目の方がやっぱりこう引きやすくって、左の方が難しいので、私は左から引いて、でこっちにもう合わせる形で右を引いていくことが多いですね。なので、まあ、左目を見ながらこの右目の角度長さを決めていきます。私右目と左目で全然目の形が違うので、もう割と開けた時かな、開けた時にこの角度が揃うような感じでいつも引いてますかね。お、今日うまくいったんじゃない、どうだろう、こんな感じ良きだと思う。アイラインまだ続くんですけど、こちらのデジャブの密着アイライナー、ペンシルのアイライナーなんですけど、これのダークブラウンを使って、でこのアイラインね本当なんか発色も良くて、でめっちゃ密着してくれるから落ちづらくて結構好きなんですけど、このね目頭の方にこの際に塗っていきます。でも全部に引くわけじゃなくて、黒目のこの内側ぐらいまでかな、引いていきます。そうすると結構目力が出る。私は割と目の印象を大事にしてるので、今この上に引いたと思うんですけど、ちょっとここ引っ張ってあげて、ここからつなげる形で下にも若干引いていきます。ここから下にもつなげる感じ、全部引くってよりは上と同じぐらいの長さまでかな。ちょっと待って、モニターでやるとめっちゃやりづらい。最近は私は石灰っぽくちょっとこの目頭のところをほんの少し伸ばしてます、このクリームペンシルで。なんかリキッドでやると結構ツンって感じになって、私あんま似合わないので、ペンシルでやった方がなんか自然にこうキュッと入ってる感じが演出できるので、最近はこんな感じでやってますね。でもこれもあんまやりすぎるとすごいことになるので、この石灰ラインはマジで気持ちで大丈夫、思ったよりも気持ちで大丈夫です。本当にもうコンマの世界だと思う、ミリっていうより。お顔と相談しながらここをやってみてください。こんな感じで今アイラインを引けたので、次ビューラーをしてまつげを上げていきたいと思います。私前まで結構マツパをしてたんですけど、マツパねやっぱり楽だし、すごい目も大きく見えるんですけど、なんか落ちかけの時が結構汚く見えちゃって、そう、まあ、だからなんかここぞというなんかイベントとかあったりする時は、まあ、マツパしてもいいかなと思うんですけど、最近は私もビューラーでやるようになりましたね。で結構私まつげはマスカラ塗った途端に落ちるタイプ、本当に湿度とかにすぐ負けちゃうタイプなんですけど、そんな私でも一日中キープしてくれるマスカラがあって、まあ、何度も YouTube で出てきてますが、こちらキャンメイクのクイックラッシュカーラー、もうこれがないと私はもうダメこれを使っていくんですけど、最近はこのブラシ出したらティッシュで一回オフしてから塗ってる。根元から塗っていきます。根元はちょっとキュキュッとやって、毛先にかけて
抜いていくような感じのイメージ。でまあこれで自分の満足がいくまで重ねていく、本当に落ちないっていうのと、あとコームタイプだからこうダマにもなりづらくて、いい感じにセパレートもしてくれて仕上がりも綺麗で気に入ってますね。マスカラはブラックを使ってます。こんな感じ、ボリュームが全然違います。でもこのマスカラの一個注意点としては本当に落ちないので、まあオイル系のメイク落としとかだとやっぱ落ちやすいんですけど、まあ、それでも全然落ちないので、専用のマスカラリムーバーを使うのを絶対におすすめする。キャメイクから出てるんですけど、カラーリムーバーが、それでとりあえずまつげにそのリムーバーを塗ってから、ちょっと時間を置いてからクレンジングをしてます。そうすると全然スラッと落ちてくれる。リムーバー忘れた日はもう大変なことになりますね。ガチ推し。結構いろんな方が使ってるので有名だとは思うんですけど、私ももっと早く使えばよかったなって思ってる。なんで早く使わなかったんだろうって。そしたら眉毛を描きます。眉毛はさっき出てきたこのパーフェクトダイアリーのアイブロウパウダー、何番かわかんない、一色しかないのかな。で一番下はねもうあの描けちゃったんですけど、この一番上の濃いカラーでまずはこの眉尻の方を描いていくんですけど、その前にこのついてるスクリューブラシで眉毛を整えていきまして、で使うブラシはこのシピシピのアイブロウブラシ、とりあえずこっちの細い方にパウダーつけて描いていきます。まあ、本当にベースは自分の自眉の形をかたどる感じなんですけど、私眉毛、自分の元の眉毛そんなに綺麗じゃないので、ある程度は修正していきながら描いていきます。で眉尻の方からだん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 内側に攻めていく。中間ぐらいまで来たなと思ったらこの中間の色使ったり、この明るい色使ったりしながら、目頭にかけて薄くなっていくようなグラデーションでなるべく眉毛は描いていきます。で細かいこのなんていうんだろう、縁取りっていうかが終わったら、こっちの太い方も使っていきながらぼかしていきながらみたいな感じでやっております。眉毛もね、まあ本当日によって全然形が違うのでそんなに得意ではないところなんですが、こんな感じかな。さっきベースメイクの時にフェイスパウダーしたと思うんですけど、しっかりとフェイスパウダーをはたくことがやっぱ重要かなって思う。フェイスパウダーしてないとなんか変にファンデーションのベタつきとかでパウダーのノリが変わってきてうまくグラデーションにならなかったりとかっていうのがあるので、しっかりパウダーで油分とか水分とかを抑えるのがポイントかな。そしたら眉マスカラをしていきます。セミローテーションの09番のナチュラルアッシュ、まあ、余分な液をティッシュで落として塗っていく。眉マスカラ、まあ、気分でしない時もあるんですけど、ちょっと最近はまあ髪の毛の色が落ちてきて若干明るくなり始めたので、眉マスカラで髪色とちょっと整えてあげてカラーを。そしたらノーズシャドウ次やっていきます。さっきの涙袋の影に使ったこのヒンスのアイシャドウ、私がねいつも使ってるノーズシャドウブラシこれです。ナーズのブラシ、何番とか書いてないのかな。こんな感じのブラシなんですけど、これね私ブラシ買った時に一番最初にこうなってるじゃないですか、この筆が散らからないように。このプラスチックの筒みたいなやつをこう使って、このこれだったらちょっとブラシが長いんですよ。長いから結構こうグニャンってなっちゃうので、これでちょっと半分ぐらいこのプラスチックで押さえて、あんまりブラシが動かないようにしてノーズシャドウしているっていうプチ裏技なのか分かんないけど、私はこれの方が結構使いやすくてこんな感じでやっちゃってる。ちょっとノーズシャドウは集中します。シャドウって本当に難しいんだよな。もともと鼻が曲がっているので最初にできたと思っても結果見ると鼻が曲がってるみたいな感じで見えちゃう。もうちょっと曲がってそうですが、まあご愛嬌ということで OK。 次こっちのブラシに変えまして、 MAC のうわ、消えかかっていて読めない数字が、168ブラシだっけ、168だった気がする、まあ、このブラシで同じカラー取ってシェーディングを入れていきます。こ
この頬骨のすぐ下あたり塗っていって、こっちに流す、こういう感じ。もうほんとこけさせるイメージ。私は一生フェイスラインが丸っこいので、もうこけさせる感じで入れちゃう。あ、でもね、最近ちょっとフェイスラインシュッとしたねって言われることが多いんですけど、私前韓国行ったじゃないですか。で、2回ぐらい行ったと思うんですけど、2回目に美容クリニックに行ってきたんですよ。 J フィールっていうとこなんですけど、そこで私シュリンクってやつを受けたんですね。で、なんかシュリンクってまあハイフよりももうちょっとパワーが強いみたいな感じで言われてるやつなんですけど、 それを受けてからめちゃくちゃシュッとしたねって言われることが増えました。だからすごいあれ効果あったんだなって思う。結構痛かったけど、日本でもシュリンクとかあるとかあると思うし、まあ、もしまた韓国とか行くときあったらやりたいなって思ってるぐらい結構良い。こんな感じでシェーディングを OK で、そしたら続いてチークをしていきます。チークはもう最近またこの MAC のミネラライズブラッシュのウォームソールを使ってます。やっぱりね、この色可愛いんですよね。ピンクベージュみたいなカラーで、これをエルフのハイライティングブラシにとって塗っていくんですけど、チークは最近私はもう濃いめの感じで、もう全体に結構内側らへんからこめかみに向かってキリンとリフトアップする感じで塗ってます。私は相変わらず日焼けチークが好きなので、鼻にもこんな感じで塗ります。先っぽは塗らずに、この中間のあたりをもうグイングイングイングイ塗っちゃう。日焼けチークやっぱ可愛いんだよな。ヘルシーで海外っぽいメイクになる。こんな感じ。ハイライトをしていくんですけど、気分で2種類ぐらい使ってて、1個がこのシャネルの結構まあバズったりしてるボームエサンシエルスカルプティングっていう、こうスティックタイプのバーム状な感じのハイライトで、まあ、これ使うと結構ツヤ感が出る感じになるんですけど、もう1個私はこのフロラシスっていう中華系のコスメだったかな、ピーチブロッサムカバードフラワーパターンハイライターっていうやつを使ってます。このハイライトはマジで綺麗で、さっきのこのシャネルのやつはやっぱりちょっとなんていうんだろう、ベタつくというかしっとりしているので、ほとんどまあこの頬骨のあたりつけることが多くて、あんまり鼻とかには使わないんですけど、鼻はやっぱりパウダーの方がいいなって思うから、こっちのフロラシスのやつを使ってます。とりあえずこっちのフロラシスを使いますね。で、ハイライトのブラシはこのエルフの、もう読めない字が薄くなって、こんなブラシを使って見ててください。マジで綺麗だから、やばくない？塗った瞬間にもうピコーンってこんな感じで、これが可愛いんですよね。今日はもうこのままシーズンも塗っちゃいます。眉下のところにつなげる感じで、なんかちっちゃい頃泥団子作ってめっちゃ磨いてピカピカにしたじゃないですか。したじゃないですかっていうか、私の地元では結構それが流行ってたんですけど、なんかそんなイメージで磨く感じで入れる意味わかんない。で、最近私ここ前のメイクと変わったところがあるんですけど、同じハイライトパウダー取って、この目頭のあたりからスッてここにハイライトを入れるようになりました。ここに入れるとね、すごい顔が華やかに見えていいんですよ。私も結構ガッツリ入れちゃってるかも。最近の YouTube の動画とか見るとすごいここにハイライト入れるの分かると思うんですけど、本当なんか顔に花が出るというか、で鼻筋もちょっと入れたりしてここに入れるようになりましたね。ここがやっぱ一番変わったポイントかな。で、まあちょっとアゴとまあ、唇にも気休めに塗って、そしたらあとはリップだけですね。リップは私最近結構いろんなのを使ってて、それで気分とかファッションとかによって変えたりしてるんですけど、ここら辺が多いかな。最近はツヤもマットもどっちも気分で使い分けたりしてて、まず1個目、このこれね、前なんか動画でも紹介したんですけど、ちょっと私がいつも見てる韓国のインフルエンサーさんで、ヒジュさんっていうものかな、方がいるんですけど、その方が監修したリップで、これすごい可愛いんですよね。結構ツヤ系で13番です。もう1個がフラワーノーズの月光人魚シリーズの07番。これももほちゃんが教えてくれたやつなんですけど、これもまあ結構ツヤ系で、色味は若干さっきのやつよりも薄めかな。でも結構どっちも似たような感じです。でもう一個ツヤ系でよく使うのがこのラカのね121番。これめっちゃ私好きなんですけど、ブラウン系のカラーでめっちゃ可愛いんですよ。これも
なんかあんまりこういうリップでツヤ系ってなかなかないじゃないですか。でもこのブラウンさがめっちゃ可愛くて、これも結構つける。であとはソフトマットみたいな感じだけど、マット系だとこのシャネルのルージュアリュールベルベットの60番、これは本当にヌーディーな色、こんな感じで結構ヌーディーめな感じの色ですね。でこれがね、最近の私のまあ、お気に入りというかなんですけど、ナーズのパーマットリップスティックの105番、アクセサリー紹介の時に使ってたリップがこれなんですけど、すごいこの深めの濃いめのレッドリップ、やっぱり濃いめのリップはね可愛いんだよな。これをよく使ってますかね。今日はどうしますか、どうしようか、どれが見たいですかインスタライブとかだったら聞けるんだけど、どうしようかな、中にしようかな。これは塗ってみます。本当に可愛いんだよこれ、しっかりブラウンで。可愛くない？血色があんまり出ないタイプなので、だからチークとかでこうやって色味をつけ足してあげた方が私的には好きかな。ツヤ感もすごい良くて気に入っておりますね。よし、じゃあメイクはこんな感じで OK ですね。完成いたしました。というわけで髪の毛をやっていきたいと思います。これはちょっと今回使ってみたくて新しく買ったんですよ。チャホンのなんかボリュームヘアスプレーってやつで、私本当にボリュームが出ない髪質なんですね。毛がすごい柔らかくて猫っぽなので、うわめっちゃ漏れてきた。そうだから本当にボリュームが出なくて、これが出てきたのでインスタで調べた時にちょっと買ってみました、9点で。なので今日これを使いたいので一回ちょっと前髪をブラシの前髪にねボリュームが欲しい。でもだいぶあのこの前レイヤーを入れてもらったので顔周りにがっつりふわっとなりやすくはなったんですけど、なんかね一回確か普通に下に乾かしてからやるといいって言った気がする。この濡れた、ちょっと濡れた状態にこのこれをスプレーするんだって。変わるか分かんないけど、ちょっと一回やってみます。根元の方にやった方がいいのかな。うわっ、まあいい香りする。あー目に入ったかもこれで一旦ちょっと乾かします。結構なんかベタつき系だった。それでキープしてくれるのか、ボリュームこんな感じどうなんだろう。あでも結構ふわっと確かになった気はする。もうちょっと全体的にやればよかったのかな。これでちょっとコテで毛先の方もやっていきます。あでもどうなんだろう、これはボリュームが出た感じは若干ある。クレイツの38ミリかなを使っていきます。これでまず前髪のあたりをちょっと取って、これをもうグイーンと後ろに巻くイメージで巻いていく。まだちょっとね髪の毛短いのであれなんですけど、こんな感じで。ちなみに温度は170。この顔周りの巻き方がそんなに上手くないので、ね、参考になるかは分かんない。ほらね、変な毛ができちゃったここに難しいんだよな本当に顔周りの巻き方って。むずみちゃんですが、まあでもなんかニュアンスでこんな感じでいつも巻いてる。であとはまあ気分によって変えたりするけど、こんな感じでレイヤー入れてるので内に巻いたりとか。右が本当に難しいんだよな。メイクは右の方がやりやすいけど、髪の毛は右むずいんだよね。めっちゃ結構レイヤーたっぷり入れてもらったので、本当に毛先をこうやって内に巻くだけでも髪の毛に動きが出てくれていい感じに見えます。ストレートアイロンでやってもいいんですけど、私はめんどくさすぎてコテでこんな感じでアイロンみたいに使ってやってる。いやー怖かった今。てかこの動画なんか Get Ready With Me とか言っていろいろ話しながら撮ろうと思ったんですけど、あまりにもメイクを説明しすぎてよくわかんない動画になりましたでも最近はメイク動画とか出してなかったから、ちょっとちゃんと紹介したいなと思ったのでがっつり説明しちゃったけど、
で前なんかインスタライブやった時にどんな動画見たいですかってみんなに聞いたら、結構なんかモッパン系とかがやっぱり多くて、私はモッパンはねそこまでやってないんですけど、見たいって言ってくれる方がたくさんいたので、タイミング見ながらモッパン系の動画も撮ってみようかなって思ってる。何のモッパンがいいんだろうな、何でもいいのかな、モッパンだったら。こんな感じですかね、髪の毛。結構この巻き方は大人っぽく見えるかも。どう、ボリュームは出ましたかね、出たか。でも結構こんな感じで、やっぱ右がな、うまいこといかないな、なんか左と全然違う。でもスプレーで固めちゃう、固めちゃうよ。まあでもあんまやりすぎてもカチカチに見えるので、ふわっと。あ、でもやっぱなんかいつもよりはボリュームがあたる気がする。はい、 OK。 ということで髪の毛こんな感じで完成しました。どう、でもなんか今日割といい感じにできたかもしれない、かもしれない。じゃあアクセサリーとかちょっともろもろつけて着替えます。ではアクセサリー選んでいきたいと思います。今日はどうしようかな。ちなみに下はデニムで結構シンプルなんですよね。でも首詰まってるからあんまりネックレスっていう感じでもない。この前アクセサリー紹介の動画出したから、もうみんな何を持ってるか知ってますね。めっちゃ大量に紹介したのでよかったら見てください。あんま見えないけど、ピアスはシルバーか。いやでもな、やっぱゴールドこれにしよう。トムット、最近私結構ブレスレットをいっぱいつけるのが好きで、だからブレスレットでちょっとシンプルさを軽減させて、あ、リングはこんな感じで、ブレスレットにミンガラのやつでしょ、しようかな。とりあえずいっぱいつけて、また後でちょっとバランス見ながら。ちなみにバッグはこの赤いバッグにしようと思ってて、シューズはこれにしようかな。ナシックスのね、ゲルシリーズの新しいやつなんですけど、これめっちゃ色可愛くて、こんな感じで超可愛いの。なんかアシックスの公式で抽選だったかなって販売されてて、私間に合わなくて買えなかったんですけど、なんか海外のセレクトショップかなんかで私のサイズがあったのでゲットしました。可愛い、これマジで。ちょっと横画面になっちゃってるかもだけど、本日のコーディネートはこんな感じ。結構まあシンプルだけど、足元で可愛いスニーカー履いてるので、このぐらいシンプルでもいいかなと思います。このアウターはケイルだったっけな、韓国のセレクトショップで買ったやつで、これはヴィンテージでゲットしたバッグに、このスカートはガニーのスカートです。これ色合いめっちゃ可愛いんですけど、すごいね、あの伸縮性もあってめっちゃ履きやすいんですよね。じゃん、こんな感じ。はい、というわけでこんな感じで準備が完了いたしました。私の最近の定番のメイクに、髪の毛の巻き方とかも質問いただいていたのでちょっと紹介しましたが、まあ、私は下手くそなので髪の毛のあれが、アレンジがちょっと参考になるか分かんないですが、でもレイヤーをめっちゃ入れてもらったので結構この顔周りには動きが出やすくなりました。ということでこんな感じでいっていきたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。